どうも、ジンです。今日はね、島本博のね、放出についてね、まあちょっと語っていきたいと思うんですけども、まあね、島のね、放出でね、まあ楽天が嫌いになったって人ね、結構ね、東北のファンとか特にね、多いんじゃないかなって思うんですけども、まあね、僕はね、多分の楽天ファンをやってて、まあ楽天をね、多分人より多く見てるんですけれども、まあ、当時ね、なんかその全くね、なんか放出がダメと思わなかったんですよね。まあ、なんかその島の放出が結構痛いとか、島をまだ切るべきじゃないみたいなことを言ってた人がいるんですけども、それが本当によく分かんなくて、なんかメディアのなんかその島の評価っていうのが結構おかしいっていうのと、あと石井の評価っていうのがね、かなりね、なんかちょっとおかしいなっていうふうに思ってて、まあそこをね、ちょっと語っていきたいんですけども、まずなんですけども、島ってイメージこそノムさんの弟子みたいな感じなんですけども、最後はね、まあノムさんに見切られてるんですよ。その2009年の CS って、まあ、ほとんどの試合が多分あの中谷に切り替えられてて、島、まあね、我慢強く使ってはいたんですけども、やっぱりそのいかんせんリードの方が成長しないし打たないということで、まあ、もうノムさんには完全に見切られてた状態だったんですね。ノムさんの弟子じゃないんですよ正確には島って。まあね、再度ね、島が復活したのってブラウン監督に変わったからで、ブラウン監督の時に3割打つことによって、まあ、定着し直した。まあ、ノムさんのリードの評価は低いけど、まあね、ブラウン監督が打撃を改造したから、まあ、定着し直した打撃型捕手なんですよ。だからちょっとね、まずそこの世間のイメージがずれてるのかなっていうのと、まあね、島の捕手としての評価なんですけれども、まあ、ワンバウンド跳ねて取るとか、ノブさんも苦言を呈すほどのアウトロー強なんですよ。しかもストレート中心で、しかもフレーミングとは真逆のバッタ取り、まあね、それこそね、まあ、逆フレーミングというか、ストライクをボールにするようなね、まあ、キャッチングだったということで、よくね、10年間耐えられたなって思うレベルなんですよね。だからね、ノムさんとかもその困った時にはアウトローっていう風にね、島に教えたんですけども、まあ、常にね、アウトローに構えてるために、まあ、いつもね、困ってるのかみたいな、常に困った状態でキャッチャーしてるのかって呆れてたんですよね。だから、まあその島がね、なんか名捕手とか楽天に欠かせない存在っていうのが僕はちょっとよくわかんないですね。まあ、確かに人格者ではありますけども、なんかそんなに楽天に必要な、ね、人材だったのかっていうのは思うところがあります。で、しかも結局そのヤクルトで、まあ作戦コーチからヘッドコーチ的なね感じになってますけども、まあね、現在ヤクルトは日本記録ペースでバントしてるということで、まあね、本当にね、まあ、東北のファンに、まあね、イメージはいいかもしれないんですけども、まあ、正直全くいい野球人とは言えない人材じゃないかなって思いますね。で、島後輩への影響なんですけども、まあね、島ってね、やっぱりね、慕われてるし、まあ、やっぱりイメージはいいから、あのね、結構ね、後輩がね、あの弟子入りすると、まあ、例えばソフトバンクの甲斐とか、楽天で言ったら堀内がね、あの同じね、練習、自主トレに行って、まあ、指示しているというような、まあ、いわゆるその弟子みたいな感じですね。で、甲斐とかは本当にね、熱狂的な島信者になったんですけども、まあ、島と全く同じようなね、バッタ取りのアウトロー強になると、まあ、外角低めばっかり構えると。いうようなキャッチャーになってしまって、まあ、ソフトバンクからファンからね、かなり叩かれてるといった状態なんですけども、やっぱりね、その根源はね、まあ、島だということで、堀内もね、まあ、全く同じ、ね、傾向で、今日もね、マスクかぶって、まあ、結果ね、試合トータル壊れて18失点なんですけれども、まあ、本当にね、まあ、島がね、その監督とかコーチになったらどうなるんだって感じなんですけども、でね、令和ね、はね、やっぱりね、その、まあ、フラレボとかの影響もあって、アッパースイングが増えてるわけですよ。やっぱりね、そのアウトローにねストレートばっかり構えてると、まあ、非常に危険ですしね、甲斐、まあね、はね本当にね今キャッチングが悪くなってしまったんで、フレーミングをねトレーナーに鍛え直してもらってる状況です。甲斐はね、本当にね、まあまあ、一番島の影響を受けたんじゃないかなっていうキャッチャーですよね。試合見てても島はね影響力があるため、やっぱりね後輩がねすごいね、まあ、染まってしまうんですよね。だからね、本当にね島がチームにいないといけないどころか、チームにいるとキャッチャーが染まってしまうっていうねところがあって、まあ、本当にねなんか住谷とか見てると本当にね太田への好影響ありますし、逆に島ってあのなんかすごい、まあ、言ったらなんですけど悪影響をね及ぼしてると、まあ、僕の目には見えますね。でね、結論ね、あの島はね人としては人格者なんですけども、やっぱり野球人としてはねちょっといただけないですよ。やっぱ住谷とかね太田見た後だと、もう島でよく10年耐えられたなっていう風に思うレベルなんですよね、キャッチャーとしての。
なんだろうあのそれこ そのフォークとかでワンバウンドして飛び跳ねるとかってもう俺島以外見たことないですから、うん、よく耐えられたなって思いますね。やっぱりね島がね、監督とかで戻ってきたらやっぱ有望株の安田とかもいるんでやっぱり怖いですよね。うん、しかも立浪監督みたいに結構東北に熱狂的なねファンがいるじゃないですか。なんで放出したんだとか言い出すファンが結構いるじゃないですか。だからそのファン同士の言い争いになりそうで結構怖いなっていうのも思うところですね。で正直ねなんかその楽天出身のね監督コーチとかよりも外部に頼った方がねいいんじゃないかなと。今後の監督探しにおいてもやっぱその島とかが戻ってくるあるいは平石監督が戻ってくるよりも外部に頼った方がいいんじゃないかなって個人的にはね見てて思いますね。まあというわけでね、まあね東北のね楽天ファンとねメディアに思うことなんですけども、まあ島をね切ったのを批判したりね銀次切ったのを批判したり、まあろくに二軍成績も追わないのにね適当な批判をしないでほしいんですよね。まあ真面目に楽天を追ってるファンからすると真面目にね毎試合ねちゃんと楽天を追ってる楽天ファンから言わすとね、まあ、石井 GM だったりね楽天の判断ってのは基本的に妥当な判断しかないですよ。で、まあ、本当にだからまあ島とか銀次もかなり限界だったし放出妥当なんですよ。で、まあ、6位ねドラフト候補を追ってないのに、まあ、地元を取らないみたいなね適当な評価もやめていただきたい。伊藤真央とかねちゃんと地元取ってるのになんかその地元を取らないみたいなねドラフト候補とかを、まあ、知らないのに、まあ、本当にね適当な批判をするファンが多いです。でしかもね阿部俊樹とかだってね東北なのにその岩手で出ても何の反応もないじゃないですか。そうだから東北を取らないっていうのが間違いだし東北のドラフト候補何人知ってんのかって話なんですよ僕からすると。でね真面目にね勝つ努力をしてるのでまあねそういうね真面目に勝つ努力をしてる球団をねメディアとかねファンがね足引っ張らない方がねいいんじゃないかと思いますね僕からしたら。石井 GM はね本当にね楽天のためによくやったと思いますよ。まあいろんなね監督切りだったり、まあ、選手切りだったりトレードだったりしてますけど、まあ、結構ね意図はね、まあ、このチャンネルではよく説明しますけど結構ね意図は見えることをよくやってますよ。それこそ他球団とかに比べると、本当にねよくやったと思います僕は。で、ね、島はねちょっとね申し訳ないんですけど現代のねちょっと野球理論をね勉強するまで楽天には戻ってこないでほしいっていうのが、まあ、僕の正直なところですね。まあ、正直言ってその、まあ、采配ねまあ、ヘッドコーチでねヤクルトの采配を支持しているのであればちょっとお話にならないですし、まあ、キャッチングの理論とか、まあ、リードの理論とかも正直お話にならないので見てる感じではまあちょっとね、うん、厳しいなっていうのが、まあ、野球人としてはっきり言って厳しいなっていうのが現状です。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあねこの動画ね結構ね島の強火ファンとかにはね賛否ありそうですけどもまあね僕はねちょっとねこれがね、まあ、島のに対してのね正直な感想ですね。はい、というわけでねまあいかがだったでしょうか。まあねこの調子 この動画がね、参考になったら、チャンネル登録と高評価お願いします。それではありがとうございました。